い、皆さんこんにちは、ワンダリングルビッシュです。では信長の予防大使トレジャーボックス限定シナリオ大使領覧真田幸村でのプレイ続きをやっていきたいと思います。で現在までの情勢なんですが、隣国だった伊達政宗を滅ぼしてですね、滅ぼしたのは実際には伊達種宗なんですけども、追い詰めたんですが、結果的に伊達種宗に政宗が吸収される形になりまして、その種宗との戦いを繰り広げていたというのが前回になります。で画面の上部お金と兵糧のマーク出てると思うんですけども、いずれも3桁台ということで、お金も兵糧もないということで一旦軍を休めている中、南部がですねその追い詰めた伊達を食おうとしているっていうね、ちょっとまた漁夫の利を取られてしまうんじゃないかというところで戦々恐々としているんですが、まずはね、いずれにしても出兵するには兵糧が必要なので、出兵するための兵糧を蓄えていきましょう。でとりあえずですね今後のことを鑑みて、交渉等々をしていきたいんですが、どうしようかな。まずは交渉で安藤家に兵糧9200ちょうだいって言ってみましょう。何かをした覚えはあまりないんですけど、交渉ができるほどに心象が良くなってますんで、こういったところはねうまく利用していきましょう。で勝家と柴田、勝家と上杉の軍勢が戦ってるって感じですね。で種宗との戦闘に舵を切ったね、みんな。ここはねどちらにもつかないっていうのが上策でしょう。お、9200で兵糧をくれる代わりに12ヶ月間の同盟を結んでくれっていう話、これコメントでもいただいていたんですけど、同盟がない状態で物資を要求すると、ご覧の通り同盟を結んでほしいっていうのが見返り条件になることがあるということで、まさに今回はそれなんですけど、いや本当にありがたい、全然結びましょう。で9200入ってきたんで出兵できる。ただ出兵のタイミングは少し待ちましょうか。最後の一つの城を取るっていうところにしたいので、ちょっとその瞬間まで待ちたいですよね。表情始めるとしましょう。で今回はいわきがすごく五光を放ってるな。で商業が20、商業欲しいですからね。あと軍事16、農業7、論議4も大きいね。今欲しいのはやっぱり軍事系なんで、今回は軍事21あげましょう。これにて表情終わります。過労宗教化、これは徳川家の方策。ちょっとどんなものか見てみますか。古参中世上昇中ですね。ただ家中統制が3人以上いなきゃいけない、誰もいないですね。そうすると足軽徴用の2を入れておいて精鋭足軽まで持っていきたいな。次精鋭足軽には商業が30と軍事が55ですね。じゃあ次ここを目的に頑張っていきましょうか。でちなみに武将は全部配属したでいいんだっけ。いやしてないね。花巻に誰も入れてないんで花巻に人を入れましょう。じゃあ花巻に誰入れるかな。ちょっとずつね人が少なくなってきたなっていう感じが、足りなくなってきたなっていう感じがしますね。花巻にはじゃあ大塚を3人入れましょう。で他にも一人城主っていうのはどうかなと思うんで、いくつか城に入れておきますか。一族でね合わせてあげた方が結束が高まるんじゃないかっていう気持ちの問題ですね。丹沢城も一人しか入ってないね。
じゃあここは小高から入れる。小高は人溢れてますからね。そしたら小高からは、どうしようかな。牧野はね、内政向きの武将ですね。あとは粕山、この二人を入れておきましょう。粕山は統率武勇もそれなりにあるので戦闘もこなせるというところですね。でさらに武将のいない拠点が、おお、寺池城も誰も入ってないんだな。寺池城にもじゃあ人を入れていきましょうね。小高から、そうだな、寺池はこのあと戦闘もあるだろうしっていうことを考えると、それなりに動ける武将がいいけど、まあ内域を入れる、もう内域いらないでしょう。独り立ちしましょう。戦闘もこなせる武将は小高からはもういないかな。相馬はとりあえず残しておきたいんで。承知いたしました。さあこれでじゃあ進めていきます。で商業進出、証券進出ですねはしっかりやっておきます。ここは独占しちゃう。仮に独占するともう一個できるんで、どうしようかな。進出しようか。よし、これでいいですね。でここはおそらく地下末が勝つでしょう。地下末軍が。でそしたら雫石御所に攻めかかりますか。数的には1万ぐらいは集めたいな。ちょっと様子を見ますね。ねえ、ここで問題なんだけど、戦線できるかっていうとできないんだよね。伊達宗家には今はここなんだよな。報告いたします。先月の終始です。すぐにでも戦端を開きたいんですけどね、伊達に対しては。ここは直後だとダメ。まあ、多分あと1ヶ月から2ヶ月は宣戦布告ができないんで、まあ、ちょっと耐えるしかないというか、この間待つしかないというか、そういうところですね。であとはちょっとばかし足軽を雇いますか。少しねお金に余裕が出てきてますからね。農兵を減らして足軽を増やすっていう、まあ作戦を取っていかないと、ちょっとね、厳しいんですよね。かしこまりました。明星城とかね、結構足軽入ってるね、すでに。寺池城とかは全然逆に入ってない。まあ、流民が全然いない感じかな。小高とかもね、もう一気に減らしちゃいましょう。農兵はね。かしこまりました。かしこまりました。で、次の戦いに備えて少しずつ兵を増やしていきましょう。かしこまりました。もうちょっとね、大規模な動員をかけたいんで、戦略的にはですね、おそらく、その特定の城、強い武将がいるところに、集中的に1万とかの単位で兵を入れる方がいいのかなっていう感じがするんですよね。各城単位でやっぱ出陣になるんで、一つの城に1万とか入れておいた方が、20個の城を持っていて、20個の城に1000ずつ兵を入れるよりも、強い武将のいる、3つの城に5000ずつ入れた方が効果的な感じがしますね。ここまでのプレイ感からすると。で雫石御所が落とされるんだろうな。そうすると何、伊達が
地下水の家臣団に加わるっていうの、いやここまでだいぶ苦労して攻撃したんだけどな、なんかなんとも悔しい結果ですね。そうなると今戦線が布告できるようになったかっていうとまだダメだな。となると伊達がうまく講和を結んでくれることを祈るしかないな。それぐらいしかちょっと思い当たる方策がないんで一旦諦めましょうか。であとは進出が可能なところがあるかっていうと、もう全部進出しきった。これはかしこまりました。小高が全然ね、そのルミンが入ってこないね。あとはじゃあ明星とかすでにそれなりに兵がいるところで増強をかけますか。かしこまりました。まあルミンがね多いところでどうしても歩兵をかけていくしかないんで、そうなると今まで比較的安定していたところの方が確実なんですよね。ただどこもかしこも歩兵が済んじゃってるかな。丸森がガガッと上げられるね。はっ、合戦がしたくてうずうずしてるんだけどね、なかなか兵糧が溜まってこないとどうにもなんないかな。これで伊達種宗というか、まあ、伊達一族が全部安藤家に入ったか。いやー持ってかれたな、完全に持ってかれましたね。報告いたします。さてどうしようかな。伊達を切り従いたかったんだけどそれができないとなるとちょっと戦略の見直しが必要ですね。始めるとしましょう。まあ、とりあえず北を固めておくのが定石かなとは思うんで、まあ、北に登るにせよだ。これにて表情を終わります。お、玉川上水が出てきましたね。玉川上水、ここは聖足軽まで持っていきたいので軍事55までちょっと我慢しましょう。で、その代わりというわけではないんですが、馬産の長所、いやー軍事は使いたくないんだよな今。全然使いたくないので我慢しますか。今回もちょっと方策を打つのは我慢しましょう。一旦我慢して次のターンで精鋭足軽を使いましょうか。となるとだ、次の標的を南部にするか津軽にするか、まあ、南部だろうな普通に考えて。この規模だと。ちなみに外交の情勢どうなっているんだろう。南部と津軽は、南部は津軽家とはこういう状態ってことは、津軽と同盟を結んでおいた方がいいな。津軽に使者を送りましょう。で津軽への、南部への、攻略経路を確保したら一気に南部を叩きましょうか。で、兵糧がねいっぱい入ってくる方策を取っていきたいっていうのと、まあ、兵糧はある程度も金で買っていくっていうところ2つ必要かなと思いますね。報告いたします。先月の収支両パターンから
兵糧を確保していくっていうね、ところをやっていきましょう。そうなるともう投資しかできない？もうちょっと進出して安く上げておきたかったけど。ここはすでに3家が進出済みなんで、進出に遅れちゃった感じですね。ここもそうだよね。進出合戦に遅れてしまうとこんな感じで、進出ができるところでもできなくなってしまうっていうね、なんともな感じですが、そうなるともう投資しかないの？投資はね、効率が悪すぎていまいち乗る気になれないんだよな。まあでも独占していくしかないか。そうなるとどこをどう独占していくかっていうことになるな。独占効率がいいところがいいですよね。そうなるとせっかく独占するなら。かしこまりました。で、津軽との講和をもとに南部に攻め込みましょう。で、収穫が3万ぐらいは入ってくるんだよね。津軽との通商協定を結びます。報告いたします。先月の収支です。ご命令を。で、農業系ですね。しっかりやれるところはやっておきたい。前回ね、三春城は労役免除してるんで、今回は開墾しましょう。開墾ね。兵糧進学増えない。それだったらやめよう。労役免除だな。結局労役免除っていうね。で、ここはルミンがここも少ないんだよな。やっぱりね、ルミンが多いところの方が圧倒的に、かしこまりました。効率が良くはなりますよね。リフ城とかルミンゼロだからな。とりあえずターンを送るために一旦ここでスルーしましょう。あとは独占だよな。独占どこで独占するのが一番効率いいか。そうするとあんまりその真田の影響力が届いてないところで独占する方が効率がいいと思うんですよね。で、黄色が各証券の丸印の中に出ている黄色と赤とか出てると思うんですけど、黄色が多いところは自分の、まあ、真田家が進出割合として多いですよと。で、逆にそうじゃないところは少ないんで、こういうところを独占すると結構、収入がガッと増えるというところなんで、例えばここで見ると気仙沼だと最上家が50、蒲生家が25、真田家が25なんですね。で、ここを独占すると、真田が25しか持ってなかったところは 100% になるんで、まあ効率がいいですねというところになるんで、まあ、そういうね、押されてるところを中心に、独占を仕掛けていきましょう。で、独占仕掛けられるのは事業だけだなってなると、事業の中で押されてるところを中心に見てったらいいな。どこが押されてるかっていうと、そうだな、この丸森とか、じゃあ独占しにかかりますか。
もうここでついに信行と氏康、真田 VS 北条の合戦になりますね。で、義満が上杉に対して宣戦布告、義明ですね。ここね、どうしても間違っちゃうんですよね。義明です。では義明に軍勢を貸しましょう。で、どこを貸すかっていうと、そんなに多くは貸せないんで、4000の兵貸せば十分でしょう。増援が4000あれば。で、何をもらうか、兵糧が欲しいんだけど、兵糧がもらえないんだったら鉄砲にしましょう。鉄砲かたじけない。なんといってもね、義姫がいますからね。報告いたします。最上との義明との先月の終始です。絶対的な関係がありますからね。始めるとしましょう。で、今回は岩木が輝いている、よく考えたな。軍事33以外は全員微妙だな。となるとちょっと再考させよう。当家の行く末話し合いましょうぞ。雪村微妙だな。いや、これは本当に今更だけど、ひょっとしてそのままにしといた方が良かったんじゃないか説だな。なるほど。そうするとせめて農業かな。これにて表情を終わります。よくありますよね、このパターン。で、これは、清涼期変母かな。農業施策力が増加するんだ。いいね。ただ今回は足軽農兵まで我慢。軍事55なんですよね。ただそうなると商業79が余るんで、聖足軽で商業30使うんで49分使えますね。じゃあ49分をどこで使うかなんですが、どうしようかな。投資の極意、効果的投資、養老購入費用減少にする、この後ね、多分使うと思うんで。と言ってもあれか、兵糧が今度少ないね。全然兵糧が少ないわ。お金が少ないですね、お金が。はっ。かしこまりました。さあ、これでだ。次のターンあたりでおそらく交渉ができるんじゃないかな、津軽に対しては。そうですね、次のターンで交渉できるんで、そしたら南部に対して宣戦布告。兵糧が4万か、4万あればなんとかって感じかな。で、影勝軍と最上軍が戦ってるけど、ここはさすがに最上が勝つよね。最上が大きくなってくれる分には全然ありがたいですからね。で、義重が信行に宣戦布告か。ちょっと複雑だな。兄貴を攻められる雪村、ただ義重にはね、お梅を嫁がせてるんで、ここは佐竹家でしょうね。金不足で親善中止。いや、ちょっと聞いてないな、それ。交渉的にはどうなってる。58のままか。いや、これは論外だな。もう一回親善を送りましょう。ちょっとでもいいから進んでほしかったんだけどな。かしこまりました。でだ、そうすると、商業の進出があんまりできなくなっちゃう。375、長沢に進出して1515残るであればできるよね。速攻で宣戦布告して貯めましょう。佐竹が決戦に敗北したか。義重に援軍に要請されてないんでね、援軍要請されればもちろん兵は送ったんですが、援軍要請がなかったんで
よしとしましょう。報告いたします。でこっから南部を攻めて北を平らげた後に南進ですよね。南進ご命令を。では費用度の下がってるところを中心にちょっと見ていきますか。45とかになってるとちょっとじゃあ火巻きをしよう。で他に火巻きした方がいいようなところがあるかというと、まあ、花巻きとかかな。で残りはちょっと労力を温存しておいて忘れちゃいけない交渉を先にやりましょう。まあ津軽とは6ヶ月もあれば十分だろう。かしこまりました。6ヶ月にしておいて、まあ、津軽も食べたいですからね。この後早速宣戦布告していきましょう。真田の軍略味わうがよい。まあ、最上は今合戦中なんで一旦ここは最上には援軍を頼まずに、援軍を頼むんであれば、いや援軍はいらないな、真田の軍だけで攻略できるでしょう。ちょっとね縦に伸びてきてるんで少しね兵糧を使っちゃうかなっていうところはあるんですが、まず九戸で南部軍と相対しましょう。でちょっとね軍勢の数が多すぎるんで減らします。どこを減らすかというと、まあ、雪村北ちゃんは出すとして総勢ではどうだろうな。どうでしょう、17,000、17,000もいれば十分じゃない。これで九戸に出陣します。この雪村に続け。で津軽との同盟を結んでしまって、その後ですね武田家が徳川に滅ぼされたか、まあ、信玄がまだいる状態の武田家ですけどね、ちょっと国力が低いかなっていう感じでしたよね、見た感じだと。でダメノブとは同盟を結びました。津軽ダメノブとは。報告いたします。先月の終始です。表情始めるとしましょう。で合戦が欲しいんですが、合戦がいないんで採用しよう。最高ですね、最高させよう。当家の行く末話し合いましょうぞ。よき考えたな。これにて表情を終わります。総領外交は北条家のものですね。さてこれだ、精鋭足軽が打てるんで足軽の戦闘力上昇は今まさにすぐ欲しいですからね。で論議が146とかすんごい溜まってるんで、ちょっと論議系を入れていきたいけど、論議はすぐにできるものはない。試作の方策が、方策の提案がちょっとね、家中の議論が活発化してないな。では商業進出をしておきましょう。かしこまりました。まあ、この辺りはね、その一気に種宗が滅びたことによって進出可能なところが増えましたね。今度は佐竹軍が勝つか。まあ信行軍はね連戦で消耗してますからね、多少なりとも。
報告いたします。これはでもあれだな、南部を平らげたら為信とは一旦戦闘を起こさずに先月の終始安藤の方がいいな。で伊達を食べた後に南進する。やっぱり伊達の家中がどうしても欲しいですよね。優秀すぎるんで伊達家中は。なんでまたその優秀な伊達家中と戦わなきゃいけないっていうね、もう因縁ですよね。いつまでも伊達と戦い続けるっていう。さあここは一線のもとに南部を葬り去りましょう。で北ちゃんが踊り蒸発作戦を進言してきてるけど、まあ、ここはね全軍突撃でいいと思います。我が力お見せしよう。まあ、なんといってもね武将の質、まあ、雪村一人ですけど、雪村一人で全然違いますからね。この雪村に続け。で敵は4090。あ、そうか、我が槍の届くところよ。展開できる兵の数が多くないんだな。8700ですもんね。今ぞ攻め込め。敵の居所が分かりました。覚悟せよ。愚か者には死あるのみ。何、押されている。まあ、ただ盛り返せるだろう。この手でいただくとしよう。雪村がね、だいぶ押されてるんだよな。まさか破れるとは。あと2ターン雪村が持ってくれればいいんだけどな。雪村をむしろちょっと下げたいですよね。雪村が敗走すると戦局がちょっと悪くなるんで。息の根止めてくれよ。いやいや待った。雪村が持ってくれる。これほどとよし、雪村の回復は半端ないね。ここで回復してくれるとか本当にありがたいわ。奥の手じゃ、見せてやる。協力しましょう。いざ参る、始めよ。ゲチよ、ゲチよ、始めるぞ。愚か者には死あるのみ。敵の居所が分かりました。放て。一つ隊が壊滅するかな。今は左翼の方が壊滅ですね。やりたい、前。今の隊が回走。ここは新村隊で支援しましょう。始めよ。ゲチよ、ご命令。我らが力示すは今だ。我らが力示すは今だ。やりたい、前へ。敵の居所が分かりました。ご命令。いざ参る。六門戦の旗を掲げよう。敵を侮るのは命取りになりますよ。その首この手でいただくとしよう。我が覚悟、一気に押されてるね。ここは守りの方が戦況有利になる場所とはいえだ。雪村がいながらこの押され具合か。ゲチよ、ちょっと情けない。始めるぞ。いざ参る。六門戦の旗を掲げよ。始めるぞ。始めるぞ。その首この手でいただくとしよう。敵の居所が分かりました。今は引く。
ここで高張隊も回想か、なかなか押し切れないね、今一歩っていうところで。ゲチご命令、いざ参る。六門戦の旗を掲げよ、六門戦の旗を掲げよ。ゲチよ、今まさに、ね、戦力ゲージは、うん、戦意ゲージはこちらがほぼほぼ一枚上手のようですね。互角ですもんね。放て、今は引こう、やりたい、前へ。ゲチよ、覚悟しろ。我が命に従え。我が策、お聞きくだされ。愚か者には死あるのみ。8700いた兵がだいぶ過ぎてるからな。我らが敗れるとは。やりたい、前へ。策のある者がいるようです。さあ、ここは一気に残りの部隊を押し込みましょう。この策で敵を欺かん。我らが力示すは今。ここに来て一気に戦局がこちらの方に傾いているので、引くぞ。このままでは決まりましたね。まあ一時はだいぶ押されましたけど、やっぱり兵の数で押し切った感じですかね。我が部、我が軍略を。まあ、ただこうやって見ると被害はね、こちらの方が大きいですよね。被害兵数3600、一方南部の方は3500ですからね。まあ誤差の範囲だとは思いますが、ね、さあでは重直は登用して残りは逃がしましょう。まあ、南部に関してはね、伊達ほど家臣団にこう脅威を持たなきゃいけない相手ってはいないので、ここはねしっかり今後のために行くぞ、残しておいてあげましょう。この雪村に続け。取り囲め。で強行して城を落としましょう。まあ、ここもね恫喝に走りたい気はするんですけど、南部は確実に滅ぼしておきたいんで、で報告いたします。地下末隊との決戦に及ぶと。先月の終始です。ご命令を。かしこまりました。ちょっとね長くなってきてますが、もう少しだけお付き合いをお願いします。理不尽とかね、ルミが全然入ってこないね、相変わらず。さあこれでいいですかね。そしたら南部攻めの続きやっていきましょう。で兵糧はまだ余裕があるので、兵糧に余裕を持った状態のまま区の兵を落としましょう。いや真田は強いな。佐竹がだいぶ押されてる感じはするな。まあ、とりあえず全員は逃がしてあげよう。いや一門衆多いな、南部は。一門衆で固めてる感じだね。かたじけない。さあそしたら残りの兵を持っていざ参る、さらに進みましょう。野辺地城かな。この雪村に続け。
使いの者が来たようです。南部からの交渉か。兵糧17,800が嬉しいけど、ここは拒否。そろそろね、一つの城、一つの家かぐらいね、ちょっとねしっかり対処したいですよね。報告いたします。陸上で干ばつか。先月の終始です。表情始めるとしましょう。さ、こんなところかな。これにて表情を終わります。そしたらちょっとね、南部攻め時間がかかりそうなので、あ、干ばつの被害低下賞が出てる。ちょっとタイミング遅いな。もうちょっと早く欲しかったな。では早速干ばつの被害を食い止めましょう。あとは、まあ、この辺のお金がねもらえるようになるものを少しやっておいて、こんなもんですかね。でだ、ちょっとね時間が長くなってきましたので、一旦ここで終わりにして、次回ですね、南部攻略戦を続きをやっていきたいと思いますので、引き続き応援の方よろしくお願いいたします。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。